揺れ状という声をいくつもかかっていますが、こうしてファンの皆さんの声を聞いて、今どんな思いですか。はい、久しぶりにこんなにたくさんのお客さんの目の前で気持ちのいい自信を取り戻しました。レースは大接戦でしたけれども、直線の手応えどうだったでしょうか。ずっと元気よく競馬を進めていくことができましたし、自信を持って勝ちに行きながら、最後外からしっかりとレースに臨みましたので、際どいレースになりましたけど、なんとかしのぐことができて本当に戻しています。大外枠からのスタートという中で理想的な位置取りはどうでしょうか。パドックでまたがり、回収馬の段階からとても具合がいいことを確認ができましたので、自信を持って勝ちに行く競馬をする中で、流れの中で、位置取りは考えようと思いました。長野総局は前走から中2周で、しかもレースリポートで勝っているあと、長野総局の状態というのはどうでしょうか。今言いましたように、本当に素晴らしいことでした。プロとしてあまりにも嬉しい状態で競馬を迎えることになりましたので、あれ立て直して、前回ある程度の体調のところにある程度のテーマができて、そこからそこに向けて時間はわずかでしたけども、とてもいい時間を過ごしていただければなと思ってます。この旦那飛行機をこの後の可能性を教えていただけますか。はい、チームの時からこの舞台を目標にと個人的には思ってましたし、その舞台をきちんと勝つことができて、とてもほっとしていますし、今回戦まだまだ良くなりましたが、たくさん残っているなと思いますので、さらなる成長を期待したいと思います。最後に改めて3年ぶりにお客さんが入ってのこのレースの成功となりました。ファンの皆さんに向けてご説明お願いします。はい、本当にこれだけたくさんのお客さんの目の前でこれだけ素晴らしいレースを見ていただけてありがとうございます。もし元気なことになりますが、師匠と私は勝つことができたので、そこが思いようと思います。まだこれから一人で気をつけてますし、たくさんの声援をいただきますようよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。